月のフレッシュマンは阿蘇市立浪野中学校にお勤めの先生をご紹介します。よろしくお願いします。はい、もう今日は剣道の、ね、防具もつけて来てくださいましたけれども、まずじゃあお名前と年齢を教えてください。はい、私ハルヒと申します。年齢あとは25歳。そう、はい、ハルヒ先生なんですよね。はい、普段浪野中学校ではどんなお仕事をされてるんですか？あ、それは英語の先生だから。そう、他の先生と一緒に教えています。もうどれぐらいになりますか、英語の先生になられて？ね、浪野では7月からここには教えていますけど、大学した卒業した後では1年間千葉県に働いて、そう、そういうことです。そう、春日先生もともとふるさとはどこなんですか？そう、アメリカのアラバマ州のモビール市です。はい、とても日本語がお上手ですけど、まだまだ毎日勉強しなければならないから、通訳なしでここまで話せるので今日はちょっとホッとしてます、私も。どこで日本語勉強されたんですか？少し大学を少しのクラスを習ってけど、ほとんどは自習しました。自分で。そう、勉強したんですね。はい、はい、そう。じゃあこれだけ日本語がねお上手だと職場の先生とか生徒さんたちともいろいろお話とかは、うん、はい、ですか？でも生徒は英語の方がいいと思います。そう、英語でどんどん話しかけてきます？そうかな。少し生徒はできるけど、大抵は多分やっぱりできるけど、恥ずかしいやミスは、そう、緊張している感じ。私も生徒の時フランス語を習って緊張しているから、会話は毎回他の外国語は難しいと思います。緊張しているから。そう、でもやっぱりできると思います。そう。でもこんな素敵な先生にね教えてもらうなら、きっと英語が好きになる生徒さんもね、たくさんいらっしゃると思うんですが、授業の様子とか、何がお仕事の中で楽しいですか、先生？そう、毎回楽しい。そう、私の生徒は大好き。すごく気立てがいいとか、そう、優しい、そう、可愛い。そう、私にはすごく友達みたいけど、そうそう、大好き。そう、私の生徒毎回、そう、おとなしいの生徒。そうそうそう、そう、私の仕事大好き。じゃあちょっと今日は剣道のね、はい、フォークもつけてもらいましたけれども、剣道はいつから始めているんですか？3月間、そうそう、それは9月から、そうと思います。初めて3ヶ月。はい、そう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 、3ヶ月。どうして始めようと思ったの？本当に阿蘇小学校で5年生のクラスの中にそれは自己紹介のクラスを知って、どんなスポーツ、日本のスポーツが好きなんですか？私剣道が好き。そう、剣士います。じゃあ、そう、その生徒をよく話して、そう、今夜もあります、来てください。じゃあ、そういうことです。そうそうそう。じゃあ授業に行った先の生徒さんから教えてもらって、そう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 、それがきっかけで始めたんですね。はい、はい、剣道楽しいですか？楽しい。どんなとこが？そう、でも私の先生、佐藤先生はすぐに怒っている。そう、でも、そう、集中はすごく必要けど、私はよく、他のこと、あれ、そう、そのことです。でも楽しい。はい、ありがとうございます。じゃあですね、最後に、あちらのカメラに向かって、まあ、
蘇市の皆さんへのメッセージでもいいですし、その今のお仕事の楽しいところとか、何か、あのメッセージ、うん、そう、私の生徒のメッセージから、うん、生徒へのメッセージでもいいですし、あ、そう、あの皆さんは他の外国語は大抵あの習いたいけど、あの もう先にいた、あ、すごく緊張してけど、それは大丈夫ですね。あのいっぱいミスを作ってもっと上手になります。そう、ミスは大切。そう、ミスはありませんから、多分何もあの習いませんと思います。そう、ミスはいい。はい、はい、失敗も恐れるなと、うん、いうことですね。はい、はい、なんか私よりもより日本人らしいあの心持ちをお持ちのとても素敵な波野中学校の英語の先生春樹先生を今回はご紹介しました。はい、では最後にこちらのカメラに向かって、はい、うん、フレッシュマン、うん、はい、それではいきます。せーの、フレッシュマン、フレッシュマン、さよなら、バイバイ。